倉持武氏は、日本の実業家、芸術教育学者、作曲家、インスピアングループ代表。株式会社インスピアン代表取締役社長、オンオモーカレオン古墳ー限講師当事長、株式会社イゼネ代表取締役社長、株式会社インスピアンエージェンシー代表取締役社長。芸術教育学者として、東方音楽大学フェロー。 東京工芸大学特別講師を務め、自身の経営する音の味と音楽教室では、音楽を通じた芸術教育の研究と実施を行っている。千葉県浦安市生まれ、1981年、ピアニストである母のもとに生まれ、幼少期より、ピアノ、チェロ、トランペットを始めた。東方音楽、大学附属東方高等学校トランペット専攻、学科を経て、 東方音楽大学音楽療法学科卒業。在学中オーストリアウィーニエ、研修留学。音楽療法をウィーン国立音楽大学教授、アンジェリカ・テイシーマに指示。スロバキアでは、トランペットでスロバキアフィルと共演している。2006年、コナミに入社。サウンドクリエイターとして、数々の作品に楽曲を提供した。2015年独立後も、 島次郎コンサートの作曲をはじめとする国内外のプロジェクトの音楽を手掛け音楽家として活動した。音楽家としての活動と同時に2016年に芸術価値の再定義と芸術教育の研究と実施を目的とした株式会社以前例を設立。音楽大学を中心とした研究機関との芸術教育の研究を進め自社で運営する音の味と音楽教室をオープン。 関東を中心に展開し、音楽を通じた次世代型芸術教育を実施している。2018年にはサウンドプロダクション株式会社インスピアンを設立。2019年に株式会社インスピアンの子会社として、おっと思うカレオン古墳有限講師を台湾に設立し、2020年には国内最大規模のサウンドプロダクションとなった。同年に、 声優プロダクションインスピアンエージェンシーを設立している。教育研究の分野では、芸術教育の研究活動について、2016年9月に、産経新聞ビジネスアイ、2017年11月には、朝日新聞にて、倉持の特集が掲載される。2017年より、東方音楽大学フェロー、2018年より、 東京工芸大学特別講師として活動し、音楽を通じた芸術教育の実施、研究を行っている。サウンドクリエイトの分野では、インスピアン独自のサウンドクリエイター育成プログラムを開発し、台湾の台北上司科技大学にて、インスピアンカリキュラムを実施、サウンドクリエイターを育成している。ありがとうございます。